1596年オランダの船団がインドネシアに到着してから約350年間、インドネシアはオランダに支配されてきました。独立運動の機運が高まりますが、オランダの怒りを買い、独立運動は潰されます。そんなインドネシアをオランダから解放したのが日本です。しかし、日本は第二次世界大戦で負けてしまい、インドネシアを再び植民地にしようとオランダが戻ってきたのでした。歴史原住民と学ぶインドネシア独立と大日本帝国の関係。8月18日。独立宣言の発布によって、独立準備委員会は独立委員会になったよ。早速、閣僚人事を発表しますね。初代大統領は僕、スカルノ。初代副大統領は私、ハッタです。初代外務大臣には僕、スバルジュ。初代共和国首相は私、シャフリルです。独立養成塾時代には、アジア首都社会主義の講義も担当しました。外相も兼任するので、ちょっと大変ですね。次に、議会で憲法を制定します。国家の骨格は、すでに論議が尽くされてるからね。憲法の全文に5原則パンチャシラを織り込むよ。8月19日。今日は中央政府12省、地方行政8省の設置を決定したよ。8月29日には閣僚と知事を任命するんだ。準備はすべて終わっていました。だからこそ、彼らは素早い対応を見せられたのでした。終戦から数日間、戦勝国からは何の指示もありません。この権力の空白期を利用し、インドネシアは着々と独立を既成事実にしていきました。夜中、日本軍の目を盗んで行われたラジオ放送。独立宣言のニュースは世界中に発信されます。視聴者はわずかだったかもしれません。ですが、独立を世界中に発信したこと。それは彼らにとって、とても大きな意味があったのでした。東インドが独立？いや、知らんし。インドネシアの独立宣言は、国際社会から無視されました。そして、インドネシア国家誕生の試練が始まります。久々の出番やで。ワイララン・イン植民地軍はニカに改名したんやで。改名理由は、まあ、植民地軍だと、いろいろ都合が悪いからな。さて、原住民どもめ、待っとれよ。かつての宗主国オランダが、連合軍の尻馬に乗って戦勝国として帰ってきました。ワイラの任務はな、東インドを日本占領前の状態に戻すことなんや。つまり、植民地の復活やな。独立？そんなん関係ないわ。東インドが独立したのは日本がお膳立てしたからやろ。日本がしたことは全部無効。白紙撤回。当然、独立なんてなかったんやでにっこり。そんな、独立は確かに、インドネシア人によって果たされたんだ。日本が用意した独立予定日も回避したし、そこに日本の介入はなかった。だから独立が無効だなんて間違ってるよ。せやろか？なんでも日本時代、独立準備委員会なるものがあったそうやないか？独立宣言には日本の国旗も使われとるし、大体、独立宣言の起草には、日本人が立ち会っていたそうじゃないか？日本の関与があったことは、明白やろな？いや、日本人はいなかった。これはすべて、インドネシア人だけで行われたことだ。インドネシア人だけによる、インドネシア独立宣言の起草。これがインドネシアの建国神話です。はぁ、まったく、話が通じん奴らやな。イギリス藩、イギリス藩。お、なんや？どうか協力、頼みますせ。しゃあないな。おう、日本軍。は、はい、東南アジア方面総司令官、マウントバッテン大将。ワイラとラングーン協定を結ぶんやで。ワイラ連合軍の進駐が整うまで。日本軍は、現地での治安維持の責任を持つんや。兵器は保持したまま、到着した連合軍に引き渡すんや。武器を住民に渡したりしたら絶対にいかんのやで。は、はい、わかりました。こうして、現地の治安維持が日本軍に任されました。みんな、聞いてくれ。間もなく、あの忌々しいオランダ兵が帰ってくる。僕たちは戦わなければいけない。戦って、勝たなければいけないんだ。旧ベタ、旧兵歩の諸君には、ぜひともインドネシア共和国軍に参加してほしい。僕たちの手でインドネシアを守るんだ。1945年8月19日、日本軍が組織したペタは解散しました。インドネシア政府は旧ペタ、旧兵歩らに新たな軍への参加を呼びかけます。10月5日、後に建軍記念日となるその日、インドネシア共和国軍は結成されます。タンギュラン青年道場から始まり、ジャワ郷土防衛義勇軍ペタを経て、祖国インドネシアのために鍛え続けてきた彼ら。それはついに、本物の国防軍となったのでした。ジャワ島スラバヤ。急げ、急げ。オランダ兵が来るぞ。もっと武器を集めるんだ。僕らは独立したんだ。もう奴らの隙にはさせない。何としてでも、戦ってでも、奴らから、この国を守らないと。これは僕たちの独立戦争なんだ。日本兵のお兄ちゃん、どうか僕たちに武器をちょうだい。僕たちはこれから、オランダと戦わなきゃいけないんだ。僕たちは勝たなきゃいけないんだ。負けられないんだ。どうか、奴らと戦うための武器を貸してください。10月に設立されたインドネシア共和国軍。
彼らには武器がなく、弾薬がなく、食料がなく、医薬品がありませんでした。たった一つあるのは兵士たちの愛国心だけ。彼らは日本軍の武器が喉から手が出るほど欲しかったのでした。お兄ちゃん、いや、ワイらはお前らに武器を譲れん。これは上からの命令なんや。命令は絶対遵守なんや。そんな。せやけどな、ワイらはこれから古くて使えない武器を破棄する。当然破棄やからな。武器は解体してから破棄するで。破棄する場所はせやな、河原とかその辺でいいか。こんなゴミを拾う物好きなんてきっとおらへんからな。まあ万が一それらが拾われて再び武器として組み立てられたとしても、それはワイの知らんことや。拾ったやつの好きにするとええ。ワイの話はここまでや。健闘を祈る。ありがとう、日本兵のお兄ちゃん。10月3日。すみません、オランダ海軍フェイル大佐。なんや？我々は今、原住民たちとの間で板挟みになっています。原住民たちは皆、我々に武器をよこせと押しかけてきています。しかし、我々は命令により、武器を引き渡すことができません。彼らを裏切るのは心苦しい、しかし武器は渡せない。我々は、とても困っているのです。ほんって？なので、連合軍サイドの方で、我々の武器を引き取ってもらえないでしょうか？我々の方では、もう限界なのです。ほん、まあ、ええやろ。武器はワイらの方で引き取ったるわ。ありがとうございます、大佐。ところで、大佐。なんや、まだあるんか？大佐は以前、こうおっしゃいましたよね。オランダはインドネシアを完全に把握していると。ああ、確かに言ったかもな。大正義オランダが、こんな小さな島国一つを把握するなんて大もないことやで。そうですか。ならば。インドネシアに武器を引き渡すのも、オランダに武器を引き渡すのも、それは全く、同じことなのではないでしょうか？は、なんやその理屈は。おや、どうかしましたか？もしかして、あの発言は嘘だった、と。オランダは実は大したことなどなく、こんな小さな島国一つを把握することすら困難だ、と。ぐぬぬ。まあええわ、原住民ごときに武器が少々渡ったところで、どうということもない。インドネシアに武器を引き渡すのを許可するで。その武器でインドネシア人が治安活動をするとええ。これでいいんやろ。ありがとうございます、大佐。武器の引き渡しを禁じられていた日本軍。彼らはこのような手段を用いて、インドネシア側に武器を横流しします。特にスラバヤでは、大量の武器がインドネシア側に渡りました。スラバヤには、陸軍混成旅団と海軍司令部がありました。陸軍岩部少将と、海軍柴田中将は、インドネシア人が武器を奪うのを黙認します。日本軍は竹槍相手に武器や通貨を置いて逃げたり、治安維持を名目にインドネシア人警官へ武器を渡したりもしました。そして、それらは日本とインドネシアの摩擦を最小限に留めたのでした。インドネシア側に渡った武器の数は、6万個と言われています。それらは中古といえど、何もなかったインドネシア軍には重宝されたのでした。しかし、すべての場所で、ことが円滑に運んだわけではありませんでした。スマトラ東部臨県に、武器をよこすんだ。地元の青年グループが武器の譲渡を迫っていました。我々は、抵抗を禁じられている。仕方ない。君たちに武器を譲渡するよ。ありがとうなんだ。それじゃ、死ぬんだ。ダーン。丸腰になった日本兵60人は全員、その場で青年グループに惨殺されました。お、もう。おい、日本兵、もっと武器をよこすんだ。青年グループはさらに武器を求め、日本軍を襲いました。は？やつ。パパパパ。さすがに堪忍袋の尾が切れた日本軍は、機関銃で青年グループに反撃。ブリンケンギ事件、インドネシア人2000名と日本人の双方が犠牲になった事件です。スラバヤでの武器引き渡しを先例として、各地域では武器引き渡し要求が活発になります。そしてその度に、犠牲者が出ました。ジャワ島西部バンドン、多数の住民が、軍や飛行場を襲撃。日本兵3名と、インドネシア人十数名が死亡しました。ジャワ島西部ガルー、住民が工場を襲撃。工場の警備していた日本兵24名、その全員が無抵抗のまま死亡しました。ジャワ島西部ブカシ、海軍竹下大佐ら86名が、武器提供を拒み、拉致され、殺害されました。ジャワ島中部ジョグジャカルタ、武装集団が日本軍駐屯部隊を襲撃。日本軍は一旦応戦するも、翌日、部隊員300名が日本人民間人100名と共に投降。日本人らは4ヶ月間投獄され、赤痢と栄養失調で多数が死亡しました。ジャワ島中部スムラン、10月3日。最近、付近の治安が悪いんだ。僕たちが治安回復活動をするから、武器を貸してよ。いいだろう、少しだが武器を貸してやる。その夜、飛行場の弾薬が略奪されました。10月12日。治安活動にはもっと武器が必要だ。武器を貸してくれよ。お前たちは信用ならん。武器を貸すことはできない。10月14日。武器を貸してくれよ。無理だ。そもそも、武器の引き渡しは命令で禁じられている。残念だけど、諦めてくれ。
ここ最近、この辺りの治安は急速に悪化している。やはり奴らが何かをしていると見るべきか。大変です。インドネシア人が日本人の軍人、軍属、民間人を無差別に拉致しました。彼らはすぐにでも人質を処刑する、とのことです。なんだって。10月12日、スムラン製鉄所にて、日本の軍人や作業員339名が、現地人警察隊によって拘束、監禁されます。10月13日、市外での外国人狩りにより、日本人を含む2000名の外国人が刑務所に監禁。さらにマゲランでは、駐屯日本軍が包囲されます。司令官中村少将が応戦を禁じたため、司令部全員が拉致され、憲兵隊10名が殺害されました。10月14日夜、監禁されていた製鉄所関係者が見張りを撲殺して脱出。この際、日本人13名が射殺されます。これらの事件が現地指揮者木戸少佐の耳に入ったのは、10月14日の夜でした。今すぐ現場に向かうぞ。何としてでも、彼らを救出するんだ。10月15日未明、ブル刑務所、ターン。よし、入り口の民兵を倒した。すぐさま刑務所内に突入するぞ。じゃあ、なんだ、これは。なんてことだ、すでに殺されている。民間人が殺されたから日本軍が出撃したのか。日本軍が出撃したから民間人が殺されたのか。それは今でも定かではありません。しかし、彼らが突入した時にはすでに、牢獄は血の海。日本人149名は、虐殺されていたのでした。このスムランは、オランダ植民地時代から社会主義勢力の強い場所でした。赤い都市と呼ばれたスムラン。そこは終戦とともに、無法地帯と化していたのでした。今まで必死に耐えてきた、精鋭機動部隊。しかしそれはもはや、限界でした。絶対に許さん、皆殺しだ。スムラン事件。5日間にわたって続く、インドネシアで5日間戦争と呼ばれる事件。捕らわれていたオランダ系市民900人は救出されたものの、日本人460名、インドネシア人2000名の犠牲者を出す惨事となりました。戦後の武器引き渡しによる混乱。それによる日本人犠牲者は、戦死者562名、自殺60名、病死事故死456名。合計1078名に及びました。日本軍はラングーン協定に基づき、現地の治安戦闘任務を任されていました。しかし、この時点の日本軍は、実質的には捕虜に相当します。にもかかわらず、このような危険な治安任務を任されていたこと。これは捕虜虐待であり、重大な国際法違反ではないか、とも指摘されています。通告前。あかん、血が止まらん。他の奴らはみんなやられてもた。残っとるのはワイだけや。なんでこんなことになったんやろな。一体何が、悪かったんやろな。それでもワイは、インドネシアの独立は正しかったと思うで。こんな目にあってもたけどな。この血はきっと、必要な血やったんや。あかん、ほんまにあかん。せや、最後に何か残そうか。幸い、ここにはいくらでも書くものがある。書き放題、やで。インドネシア語が書ければよかったんやけどな。しゃあないからカタカナや。バハギア、インドネシア、ムルデカ。インドネシアの、独立のために、喜んでしす。おう、君。バハギア、インドネシア、ムルデカ。それはつまりインドネシア独立万歳。雪印入寮安倍昌司。彼が牢獄の壁道で記した、最後の言葉でした。絶対勝つぞ。おう、オランダなんかにインドネシアを渡して止まるもんか。どうか日本兵の皆さんも、この戦争に協力してほしい。僕たちの独立のため、僕たちの悲願成就のため、どうか、僕たちに力を貸してほしい。何してるんだい？早く行くよ。僕たちは日本へ引き上げるんだ。もうここでやり残したことなんて、何もないんだよ。すまんな。どこへ行くのさ。よう、お前ら。あ、日本兵のお兄ちゃん。久しぶりやな、ベタが解散して以来か。そうだね。今までありがとう、日本兵のお兄ちゃん。なんや、いきなり？僕たちはベタの過酷な訓練で、戦うための力を身につけた。オランダを倒すための、力を手に入れた。軍政時代はとても辛かったけど、もう僕たちは、かつての僕たちじゃない。ちゃんとオランダと戦えることを、証明してみせるんだ。そか。けどな、お前らには、決定的に足りないもんがある。え？確かにワイらはベタで、お前らを徹底的に鍛え上げた。武器の扱いももう大丈夫やろ。ワイらが残した武器でちゃんと戦えるはずや。それなら、でもな、実戦経験、それが圧倒的に足りんのや。あ、オランダ軍は精鋭揃いや。ワイら勝て、正面から勝ったわけではない。いくらお前らが鍛え上げられた兵士やったとしても、お前らはきっと、負ける。そんな。せや。お前らはまだまだ頼りない。考えてみたら当たり前や。お前らはまだまだひよっこや。そんなお前らだけを残して、いけるわけがなかったんや。何より、実戦経験者が必要やろ。
ワイも、お前らと一緒に戦うで。本当？ああ、せやで。ワイ一人が残ったところで、戦局が変わるとは思えん。けどな、ワイは見たいんや。ワイらが鍛え上げたお前たちが、どう戦っていくのかを。この国が、どう変わっていくのかを。だからワイは、お前らのために、戦うんや。戦中、日本軍は太平洋戦争を植民地解放の戦いと謳いました。それはあくまで表向きのスローガンであり、軍部の考えとは違うものだったのでしょう。ですが、そのスローガンは内外に発せられました。インドネシア人はもとより、それは日本人にも発せられました。そして、それに共感した日本人がいました。軍人にも、民間人にも。彼らはインドネシア独立を心から信じ、そして戦ったのでした。彼らの理由は様々でした。スカルノの演説、すごかったなぁ。原住民らの熱気もすごかった。よっしゃ、ワイも男や。最後に一花、咲かせたろか。スカルノの演説に奮い立ったもの。噂で聞いたにゃが、ワイの故郷は全滅したらしい。日本兵は全員、米帝の奴隷になったそうだ。ワイ自身も体を壊して、長くはない。もうワイには、帰る故郷も、未来もないんや。せやからな。ワイはインドネシア独立のために戦って、そして、死のうと思うんやで。その境遇から、覚悟を決めたもの。陛下、玉音放送で、陛下はおっしゃった。東亜解放に協力してくれた、同盟諸国たちに申し訳なく思うと、ワイは陛下のお心を果たす。同盟諸国のために、インドネシアのために、独立戦争に参加するで。玉音放送で発せられた昭和天皇の言葉を受け、意思を継ごうとしたもの。生まれ故郷の台湾にはもう戻れん。かといって日本にも、戦犯裁判で処刑される？そんなのはごめんや。ワイはこの戦場で、最後を遂げるで。戦犯裁判で処刑されることを恐れたもの。ベタ教官のお兄ちゃん、僕たちと一緒に戦ってほしいんだ。ワイはお前らを裏切るなんてできへん。ええで。お前らのために戦ったるわ。ワイらは共に生き、共に死ぬんやで。ベタの教え子に懇願され、受け入れたもの。彼らにどのような理由があったとしても、彼らはみんな、インドネシア独立に情熱を持っていたのでした。スマトラ島。終戦か。ワイらは日本軍主力の近衛師団、第25軍や、ランイン作戦からずっと、この地を統治してきた。ジャワ島の兵士はその後、各諸島に散らばったらしいけどな。スマトラ島のワイら第25軍は、最後までずっと、この地に残っていたんや。せやからな、よその兵よりもよっぽど、このインドネシアに愛着があるんや。ワイらの師団は、全国から選抜された者が集うエリート師団や、そんじょそこらの兵士とは違う、責任感と使命感を持っとる。そんなワイらが何もせず、ただこの地を離れる、とでも。ワイらは戦うで、インドネシアの独立のために。戦いに赴いた日本兵は、ジャワ島とスマトラ島の双方にいました。その中でも特にジャワ島の日本兵が多かったのは、そのような理由があったからと推測されます。あえて対名に抗い、独自の行動に出ようと思う。敗れた弱者は天下に用なし。そんなことは言わんでくれ。生きて米英の犬となるより、思いに準じて火に入る虫となろう。天道は正義にあり、歴史の行く末に正義がなくて、どうするというのか。戦友諸君、あえて不尊の行動に出ることを、どうか許してくれ。宮山茂雄。彼を含め、彼らはそのように遺書を残して、軍から去っていきました。彼らの遺書は長らく公開されませんでした。遺書に共鳴して軍を離れる者。その増加が恐れられたからでした。彼らは、その全てが脱走兵です。たとえ、彼らにどのような理由があったとしても、それが隣人を助けるためだったとしても、彼らは軍命に背いて軍を離れたのです。彼らは軍属1000人とも、総数3000人とも言われています。しかし、正確な実態は未だに分かっていません。彼らの行動に、政府は日本の国体維持、天皇の維持に悪影響を与えると危惧しました。そのため、彼らは明確に脱走兵であると定義され、軍人恩給も支払われません。その存在が日本国内に伝えられることはほとんどなく、故に、彼らが日本の歴史で語られることはなく。ほな、そろそろ行くか。準備はええか？うん、日本兵のお兄ちゃん。ワイらは明らかに劣勢や。せやけど、ワイらには独立にかける、熱い情熱がある。これさえあれば、インドネシアが真に独立するその日まで、ワイらはきっと、戦い続けられる。ワイらの戦いは、これからやで。そうやって、彼らはみんな、歴史から消えていきました。これで日本人の物語はひとまず終着です。ここから先は、インドネシアとオランダの戦いの歴史になります。日本人の出番は減ってしまいますが、最後までよろしくお願いします。おつやで一致。一致おつ。不覚にも途中で泣きそうになったわ。こちらこそ、最後までよろしくやで。いかがでしたでしょうか。こちらはシリーズになっているので、興味がある方は概要欄にリンクを貼りますので、そちらをご覧ください。この動画の感想や気になる歴史があればコメント欄で教えてください。今後も2チャンネルの面白い歴史スレを紹介していくので、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録お願いします。